はい、太郎です。今日はねちょっと皆様に聞いてほしいこんなことがあったよっていう話なんだけど結構深刻な問題なんであのー、まあでもね、えー、事実としてあった話なんでもうこれを皆様にも直結するような話なんですね。まあこれ 地域っっっっててていうののは、まあ、東海3県のどっかって言おきます。具体的に言っちゃうとねそこの自治体とかその関係者になんか私がなんか文句言ってるみたいになっちゃうといけないんであれなんだけどこれまあ少し考えて懲役太郎本編でもね一回しっかり話したいと思うまあその前の練習じゃないけど皆さんの反応がどうかなっていうことでちょっと、うん、確かめたいって部分もあってね話してる部分はあるんです。えー、そ,その 結論から言うと、私の本当に、あのー、友達っていうか、もう30年来の、えーあのー、仲間っていうか、うん、まあ、もう自分にとって本当にかけがえのないね、えー、親友、もっとそれ以上かな、その人のお父さんが亡くなった、年代も一緒なんですよ、私と一緒、うん、ぐらい。うんで ちお父さん80歳だからうちの父親と変わらないねぐらいでことのおったがもうずっと最初から聞いてたの,あのまあコロナに感染したよっていうことになって、えー、自宅療養っていうことだったのでまあ年齢が年齢だから入院 させた方がいいいよよねっていうような話でそうですよねそうだよねって話をしててところがその保健所とかその病院に行っても熱が高くないかったらその入院できないということで、まあ、それぐらいの年齢の人は大丈夫っていうか我慢するからいやでも重症化になってからじゃ遅いんじゃないのとかってやっぱりこう心配するわけですよね当然。で今回の あのー、私も聞いてて、そまあ、でもねって、今回ののオミクロンを抜かんぬって、そんなに重症化ならないけど、でも年齢が年齢だから私もなんかちょっと甘く考えてて、そんな大変なことになることはないなって、で、いろいろこのやり取りがあるんですよ、でも受け入れてくれなくて、熱が、あのー、高くなかったら、来なくていい自宅療養みたいな形になって。 何、ね、ですか指にはめる下の血中酸素のそれが高くなってこの基準になったら入院みたいな、ね、熱も高くなってでそれからまあ本当いろいろあるんですよそれで連れてったらもうあの覚悟してくださいみたいないや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 ってちょっと待ってちょっと待って,ちょっ,待ってちょっと待ってとあの本来は 軽症のうちに治療してもらえればどうかなるんだけど、いや、軽証者は受け入れられません。重症になってから来てください。重症っていうか、まあ、症状が出、行ったらもう、あ、ここまで来てたらちょっとまずいです。覚悟してください、みたいな。いや、最初は、そんなこと言ってもって二人で話してて、うん、んなバカな話ないよねって、いやいや、でも大丈夫でしょって自分も本当軽く言っちゃったの。で、ことがおかしいのは、そっから、 普通の病院機じゃないもんだから、まあ普通の病気でもそうですけど、今って面会とか会いに行けないわけじゃないですか。そっからもう遮断ですよね、家族とはね。うん。もうどうだろう。1ヶ月ぐらい前かな。うん、1ヶ月ならないかな。それぐらいかな。こんなんあるかって話、ちょっとそれひどいですよね、みたいなひどいよねっていう話をしてて。いや、それなら、その人ってすごい真面目な人で、 あの、それずるみたいなこと。だったらこれ、本当に重症でもないのに、重症だ、重症だって言って、しんどい、しんどいって言えば、病院に行かせてくれたわけだから、症状が出てからタイムラグがあるわけだから、その間にどんどんしんどくなってって、何にも、何にもこの、治療もできないまま、運ばれた時には、覚悟してくださいって。おかしいだろうって。いや、ね、気管相関だとか、エクモだとか、いろんなことがあるけど、その、 なんていうのかなそこのやりとりも、いや、エクモなんかした、するのは、延命治療だから、みたいな。いやいや、ちゃうやん。機関相関は、その、やると、万が一、そうした時に年齢がいってるから、その、後遺症が残るとか。っていうことで、本人に、家族がいないから、いや、やめときます、みたいなくだりがあったらしいですわ。でも、詳しいことがわからないわけ。 ね、なんか、具合が悪くなっていくっていう形になって、もう本当にね、いろいろもっと言いたいことがある。だけど、悪口みたいなことになっちゃうから、ちょっと言えないんだけど、で、最終的に、昨日かなうん。あの、亡くなったと。 いやいやいや、それはさ、じゃ、こっからよ、こっから、まあ、いっぱいある、こっからよ。こっから、まあ、こんな言い方したらわ、申し訳ないけど、じゃあ、その死因目にも会えない、ね葬式ってどうなるかって言ったら、そのまま仮葬だからね。だから仮葬の時も、親族2名だけって。じゃあ、その、それも、顔桶の上からなんか見るだけで。いや、あの、まあ、こう言っちゃなんだけど、 生きてないんだだから感染しねえだろうっていやこの状態で感染するんだったらそれはだって言いたいけど言えないよねそういうそういうルールだからって言われて家族も2人しか仮装の場に立ち会えないいやそれでもうその怒ってもしょうがないんでただ病院の,その担当の人には言いたいわね だから冷静になって、これこれこうで、事の顛末、こうなってこうなって、こういうふうでこういうふうでって、それだったら、そのもっと大げさに言って、こうでこうでって言えばよかったのかと、言われていった時にもう覚悟してください、それが何にもやってないの,との一緒だし、そのエクモを使うにしても、機関相関にしても、本当になんか、 えっていうようなことがあったわけですよ。これ具体的に言っていっちゃうとまたあれなんだけど、どうも納得もいかないような状態で、でも、その状態でも、いろいろから情報を聞くと、その、その状態でも使える薬があるだろうとか、ね、病院には何名分用意したってって、じゃあそういうものを使ってくれませんかとかって言ったって、届かないのよ。なんか、そういう、なんか難しい、なんか、この、 薬を飲めば大丈夫みたいな。じゃあ老人には使わないのかとか、誰か順番があってそれ使えないようなのがあるのかというような言いたくもなる。だけどまあそういうことをぐっと我慢して、じゃあこの状況はおかしくないですかっていうことを言ったら、病院の方も保健所の方も言われた通りのマニュアルと指導に沿ってやっているから、どうにもならないっていう答えなわけですよ。その病院の先生はもうこれは本当にあの、 知事に、県知事に言ってもらうしかないですって言って、頭下げるような格好。でも、そう言われちゃっても言いようがないけど、これが現実なんですよ。ね。なんだろう、これ。こういうことは私も何度か聞いてるんだけど、結局、変な話。親って2人じゃないですか。誰でも、父親、母親ですよね。 それね、この状況になってね、父親、母親が両方いる人は、本当にそれはそれでいいですけど、じゃあか、まあ、でも、親族って今みんな各家族で多くないから、家族の中で、このコロナ感染で亡くなるっていうような症状が出る人ってそんなに多くないわけですよ。私もここまで来てて、亡くなったっていう周りの人は初めてなんですよ。でも、これって、 こういうことで我慢するしかない。いや、二人三人出れば、俺おやかしいだろうって言うけど、大体みんな我慢しちゃって誰も言わないからこういうことになってって、うん、そういうことですよね。結局、これ私が何を言いたいかって言ったら、国の制度や何かとか政治がそんなことじゃなくて、もう、 働きかけるしかない。もう今、病院に入るっていう。だって病院に入ってて、その、急変したなら対処の方法があったわけだ。これ、もっと。うん。放っておいた時間がやっぱり1日2日あるわけじゃない。うん。 で、素人が家族が見てる状態だから、大丈夫なのか、大丈夫だから来るなって自宅療養で大丈夫、軽症、最近軽症でこんなならないって言ってるうちにこうなった。だから、その周りの家族も後悔だらけだし、こんなって理不尽なっていうことを、ね。うん。まあ、それは自治体や県単位、都道府県によって違うのかも、対応が違うなのかもしれないけど、現実そういうことがあったっていうことですよ。 ね、もうこれであるところには、この、えー、まん延防止がね、もう終わったりする都道府県もあったりするし、で、仮装の仕方それからお別れの仕方だって、そんな風で、検証だよって言われて、急にじゅちょっと熱が出て、あれ、苦しそうだよって病院に運んで、それから全く会えなくて、死に目にも会えず、で、仮装すらみんな行けず。 いや、これは制度でいいのうん。これで納得できますかって話ですわ。うん。だから、葬式の在り方も変わってきちゃうんで、通常はご遺体があって、えー、通夜葬儀をしてから火葬なんだけど、もうほ、ね、お骨になって帰ってきちゃってるんだから、別に慌ててやる必要もないんで。 まあ、その葬式のやり方も全部変わっていっちゃうわけで、その葬式だってなんか、その、短めにしてくださいみたいに、いやいやいや、ちょっと待ってっとなんか、なんかおかしいぞと、うん、それは全部の自治体や周りによって違うと思うんだけど、皆さん、これ、どう思われますこれ、あの、他人事ではなく、こういうことが起こってて、こういう場合って、なかなか声が上げづらいですよ、正直言って。 でもこれが現状ですよ。あの私も子供の時とか幼い時は、いやいや、葬式なんてとか、こんなめんどくさいしとか、いろいろ思いましたよ。でも、それを経てないとなかなか折り合いがつかないですよ。病院でこの最後に、あの、医師がみんな家族を呼んでくださいと、ご臨終ですって、あれ別にね、形や格好でやってるんじゃないですよ。その状態を見て、 苦しいけど、それを感じて、あ、本当にこうなったんだって言って、後になってそのことがあるから納得、お見舞い行ってる、これだけやった、こういう風にしたって、それでもこうなったって言って、1年が経ち、2年が経ち、3年が経ち、ね、13回期ぐらいにはやっと納得ができるっていう風になっていくのが、そこのことがすっぽり抜けちゃってるんだから。そんなバカなっていう話なんですよ。うん、まあ、 そこだけじゃなくて、このコロナのことによって、いろんな伝統文化や今までのしきたりや祭りから祝い事、それからこういう刑事、ね、そういうことも全て簡素化になっていってるのは仕方がないといえども、何かね、これ、本当にどっかでどうにかしないと、なんか、 ギギリギリ保っっってててるものがね崩れいいちゃゃううんじゃないかなかことまあ皆さんこれ一つはそういう状態になった時にご高齢の方とかなかなかあの我慢しちゃう自分でこうしてくれって言えない人に対してあのこういうことがあると。なのでちょっと強く働きかけるっていうことが、うん、いいんじゃないかなってこうなってからだからそうなると1人でっていうような。 方とかねそれを言えない人ってどうすんだっていうことだけど、まあ、そんな余裕がないのかもしれませんけどこういうことがあったんだよっていうことだけ皆さんちょっとあの分かっていただければなっていうことで、えー、動画にさせていただきました。以上です。